子宮頚部異形成は子宮頚部上皮内腫瘍としても知られていて潜在的に子宮頸癌につながる可能性がある子宮頚部表面の細胞の異常増殖。より具体的にはチンは子宮頚部の細胞の潜在的な前癌性の形質転換を指す。チンは最も一般的には子宮頚部の変平上皮接合部、膣の変平上皮と 子宮頸部の中上上皮との間の移行領域に生じる。膣壁や外陰部上皮にも発生する可能性がある。チンは1から3のスケールで等級付けされ、3が最も異常である。ヒトパピローマウイルス感染症はチンの発症に必要だが、HPV 感染症のすべてが子宮頸がんを発症するわけではない。HPV に感染した女性の多くは、 チンや子宮頸癌を発症することはない。通常、HPV 感染は自然に治癒する。しかし、1から2年以上続く HPV 感染症の人は、より高いグレードのチンを発症するリスクが高くなる。他の上皮性腫瘍と同様に、チンは悪性腫瘍ではなく、通常は治癒する。チンのほとんどの症例は、介入を必要とせずに安定しているか、または、 人の免疫システムによって排除される。しかし、未治療のままにした場合、子宮頸がん典型的には子宮頸部扁平上皮がんに進行するケースがごくわずかに残る。賃のみに特有の症状はない。一般に子宮頸がんの兆候と症状には以下のものがある外陰部及び膣の HPV 感染は線形根治ーマの原因となることもあれば、 無症状であることもある。賃の原因は、HPV による、子宮頸部の慢性感染症、特に高リスクの HPV16 型、または18型による、感染症である。高リスク HPV 感染により、P53 遺伝子及び RB 遺伝子などの主要抑制遺伝子を不活性化する能力を有し、従って、感染細胞がチェックされずに増殖し、 連続的な突然変異を蓄積し、最終的に癌に至ることを可能にする。女性のある集団は、腎を発症するリスクがより高いことがわかっている。さらに、多くの危険因子が、腎酸や上皮内癌を発症する可能性を高めることが示されている。病変部位腎の最も初期の顕微鏡的変化は、子宮頸部の上皮細胞異形成、または表面の裏打ちであり、 自覚症状を示さないことが多い。これらの変化の多くは、異常な変化を起こしやすい不安定な子宮頸部上皮の領域である、扁平円中接合部、または子宮頸部で起こる。コイロサイトと呼ばれる HPV のテストは、非常に正確で、診断に必要な細胞診と HPV 検査の併用による一時スクリーニングである。 最も重要なパップと待つ標本を行うことができる。子宮頸部を拡大してみるカメラのコルポスコピーが疾患検出の標準。子宮頸お及びその染具細胞を検出するためのパップテスト時の子宮頸管内を吸って細胞採取は子宮がん、卵巣腫瘍に伴う腹部症状に対する医師、患者の警戒心と共に必要である。賃、または子宮頸眼の診断には 組織学的分析のための政権が必要。がん正常な頸部上皮歴史的に、子宮頸部上皮細胞の異常な変化は、軽度、中等度、または重度の異形成として説明されていた。1988年に、アメリカ国立がん研究所は、頸部、膣の細胞診を報告するためのベセスダシステムを開発した。このシステムにより、異常な上皮細胞を定義し、 標本の品質を判断するための統一された方法を提供し、臨床管理のための明確な指針を提供した。これらの異常は扁平上皮性または先制として分類され、その後異形成の段階によって、さらに分類された。異形細胞、軽度、中等度、重度、癌。いくつかの要因及び病変の位置に応じて、 賃は3段階のいずれかで発症し、進行、または対抗することがある。扁平上皮病変のグレードは様々である。賃は次のように分類される。米国病理協会と米国コルポスコピー学会は2012年、肛門と正規間の HPV 関連扁平上皮病変を説明するための用語の変更を発表した。賃一はローゼル。 高リスク HPV のマーカーである P16 陰性であるチンにはローゼル P16 陽性であるチンにはハゼルチン3はハゼル利用可能な2つのスクリーニング方法はパップテストと HPV 検査であるチンは通常パップと末標本のスクリーニング検査によって発見されるこのテストの目的は変質体の無作為抽出を通じて潜在的 全眼性の変化を検出することである。パップテストの結果は、ベスズダシステムを使用して報告することができる。この検査の感度と得意度は、検査の正確さを見た系統的レビューで、ムラがあることが分かっている。パップテストで異常になった場合、子宮頸部の秩序検査の勧告につながる、可能性がある。異常な部位があれば採取し、成検する。HPV 検査では、 チンの原因となるほとんどのリスクの高い HPV タイプを識別できる。HPV スクリーニングはパップテストとの同時に行われるか、またはパップテストで異常細胞が認められた後、反射細胞検査と呼ばれる検査で行うことができる。スクリーニングの頻度は ASCCP のガイドラインに基づいて変更される。世界保健機関、または頸椎塩水形成術による異常な 子宮頚部細胞の除去、または破壊が実施される。治療を行う典型的な指揮位置は賃貸であるが、若い人や妊婦の場合は、もっと早い段階で治療を行う場合がある。治療用ワクチンは、現在臨床試験中である。賃の生涯再発率は、約20%だが、元の感染の再発か、新しい感染によるものかは明らかではない。 腎病変の外科的治療は不妊リスクの増加と関連している。症例対象研究ではリスクが約2倍増加することが分かった。妊娠中の賃の治療は早産のリスクを高める。HIV と賃2を持つ場合、2012年に更新された a s c p コンセンサスガイドラインに従って管理されるべきだ。賃の症例はグレード1から3を経て癌に向かって、 直線的に進行すると考えられてきた。しかし、ほとんどの賃は自然に対抗する。未治療のままで、賃1の約70%が1年以内に、90%は2年以内に対抗するとされる。賃2の約50%は治療なしで2年以内に対抗する。上皮内子宮頸がんへの進行は、賃1の約11%及び、賃2の22%で起こる。 新人癌への進行は、チン1の約1%、ン2が5%、ン3が12%以上の場合に起こる。癌への進行は3年から40年の範囲で、通常15年かかる。また、癌は最初に検出可能なチングレードまで進行せずに、発生する可能性があること、および高グレードの上皮内腫瘍が最初に低グレードとして検出されることなく発生する。 可能性があることを示唆する。治療は妊娠の可能性には影響しないが、妊娠中期の流産のリスクを高める。年間25万人から100万人のアメリカ人女性がチンと診断されている。女性はあらゆる年齢で賃を発症する可能性があるが、通常25から35歳の間で発症する。米国においてスクリーニングを受けた人の賃の推定年間発生率は、 1> 賃1が4%、賃2及び賃3が5%である。ありがとうございます。